60S のエリア。表層もできるんですけど、とりあえずはちょっと水温が朝で低いので中層からボトム狙いでいきます。まあ投げるところはシギアも投げるし沖も投げるしと、そういう感じでいろいろ探りたいと思います。まだこれも一応、まあ、フォーリングさせて、まあ、あまり糸を張らず緩めず、まあ、スラックを利用してこうトイッチングですね。そうするとふわふわふわっと動いているので、それを見ながら刺そうと。もし魚のチェイスとかが見えたら、まあ、ちょっとピッと早くしたりとか、リールをちょっと早くやるとか、スイッチを早くやるとか、まあ、ちょっと変化をつけて、なるべく強いバイトを狙っていきます。ああ、来てましたね、ほら。おお、失敗しちゃいました。イワナちゃん。で、ボトムについたらスイッチ。そんなに強くバシッてやらなくていいです。まあまあ浮きますけど、あ、浮きますです。お、ほら、ほらほら、映ってますかね。こういう岩とかがあったらその横を沈めて、まあ、ポーリングでもプンって当たりがある時あるんで、まあ、糸はよく見といてください。結構フルテイク。あ、ちょっと失敗します。もそんなに大きくないです。今40センチぐらいのが結構わらわらわらと。お、でかいです。でかいですよ。映ってます？ほら、あー、アトラン。映ってないかな、まだ。ちょっと暗いんですよね。結構でかい。岩の横からちょっとついてきてます。また着いた。ほら。ちょっと早くやるよ。あー、食わなかった。映ってないかな。ちょっと興奮してミスキャストしてる。ちょっと最後の動きが鈍いかなと。ちょっと後でやりましょう。じゃあもう一回ちょっと岸際流します。ちょっとここもブレイクでちょっと深いんで、こういう風にこういうところは丹念にやった方がいいですね。あー、落ち、ミス。なんか今のはレインボーです。
もう作っちゃいました。最初の1匹目なんで、あ、ちょっとシールの問題があってこっち側でギリギリ、うん、まあこういう感じで今こうボトムをですね、まあ、あのちょっと石があるんですけど、そこをピャ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 とちょっと早めにやってたらカーッとついてきたので、少し、速度を上げてパンとスイッチを入れて浮かした時にさらっていった感じですね。さあ、じゃあサクッとリリースして次行きますか、ね、じゃあちょっと写真を撮ってまた釣り返します。魚がわちゃ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 いるところもちょっとこうボーリングで狙ってみます。うっしー、入れちゃいますね。よっしゃー、ちょっと早かったですね。ほらかっこいい、おまけつき、ちっちゃい波が、うる、ね、こういう、まあ、小さいスポットでもこうパッと入れて短くちゃんちゃんって動かすとこういう風にスパッといけますから、かっこいいね、オス。ナイスなジャガーです。